今日お伝えする〇〇のことを知らないと運気がだだ下がりしてしまうんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。今日は久しぶりにですね、自宅の1階から撮ってるんですけども、今日はねゲストで妻で心理カウンセラーの矢野聡子さんにも参加してもらってます。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、運気をだだ下がりにする〇〇っていう話をねしたいんですね。でこのね〇〇をこの生活習慣からどこまで排除できるかっていうことが、実は運気を上げるためのポイントだっていう話をしようと思ってます。今日の話をね聞いていただいたら、この運気を根本的に避けるこの〇〇をですね、本当に理解して、そして具体的にどう排除すればいいか分かるようになりますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、でですね、ちょっと今回スライドがないんで、ちょっと普段と勝手が違うんだけども、そしてですね、よかったらこのタイミングで、チャンネル登録と、グッドボタンの方も、忘れずにお願いしたいと思います。はい、あとはですね、コメント欄にどしどし、感想やですね、いろいろご意見とかいただいたらですね、全部目を通しますので、よかったらね、そういったものもたくさんいただけたら嬉しく思います。はい、ということでね、これから内容に入っていこうと思うんですけども、はい、はい、ちなみに運気を下げる〇〇って聞いてどんな感じがします？いや、それはもう即刻生活からね排除したいですよね。はい、はい、改めたいですよね。はい、うん、ですね。でね、はい、まずね、その〇〇が一体何かって話をしようと思うんですけども、うん、これはね、この動画ちょうど、11月の中旬ぐらいに撮ってるんですけども、うんうん、これからの時期にとってもね、重要な話になってくるんですけども、うんうん、この〇〇っていうのは一体何かというと、うん、冷えなんですよ。冷え、はい、運気をだだ下がりにさせるのは、実は冷えだっていうことなんですね。うんうん、今日はねその話をしたいと思うんです。うん、はい、はい、で今日のねこの話自体はもちろん風水とか火葬とかにも、まあ、つながってるんですけども、うんうん、実は、建築的にもですね、体が冷えるということが実はものすごく健康上に悪いということも分かってて、はい、だから僕の方からはどちらかというと、うん、その建築的なことでどう冷えを解消するかみたいなことの話をして、うん、はい、で佐藤さんの方からは、うん、心理カウンセラーの立場で、うん、まあ、ある意味こう生活習慣をどう改善するかみたいなね、うんうん、側面で、答えてもらったらいいんじゃないかなと思ってます。うんうん、はい、はい、でちなみにまず、体の冷えがですね、うん、あるとですね、うん、いくら運気を高めても、うん、体の状態がどんどん悪くなるので、うん、例えば玄関掃除をきれいにしたりとか、うん、健康っていうのは北が司ってるんですけども、うん、北の方をいくらげん、あの、きれいにしたとしても、うん、根本的な体の冷えを取っていかない限り、そこはね連動しにくいっていうのがあるんですよね。面白いですね。そうそうそう。うん。だからその、まあ、家の間取りとか風水とか火葬でどうにかしようという側面も大切なんですけども、合わせて、体の冷えをどう取るかっていう、うん、ある意味こうリアルな生活習慣の中でも、うんうん、改善をねしていく必要があるかなと思ってます。はいはい、うん、でまずね僕の方から話をしていこうかなと思うんですけども、うん、まず体の冷えを取るためには、うん、実は日本人はものすごくありがたいことに、うん、お風呂っていうのがあるんですよね。でね、このお風呂を使うことが日本人にとってはある意味生命線というか、運気を高めるためにすごく大切なんですよ。で、これまでもこのお風呂をどう活用するかっていうあの話とか動画もね、撮ってきたりして、話したこともあるんですけども、改めてお伝えすると、日本人はですね、できる限り、湯船に浸かって、その日を、まあ、寝る前に入るっていうことがすごくポイントになってくるんですけども、うんうん、とにかく現代人はシャワーだけっていう人が増えて、そうですよね、うん、で、うん、あとはね食生活のことも含めて低体温化してるらしいんですよ。うんうん、だいたいですね、36度から36度5分ぐらいまであればいいんですけど、うん、今35度台の人とか、うんうん、あとね34度台の人もいるって聞くんですよ。それはびっくりです。うん、そうそう、だからそれぐらいの状況になってて、うん、できれば、体質を改善していって36度5分から、うん、36度8分ぐらいになる方が、うん、一番体が健康体としていいらしいんですよね。で僕なんかは、平熱36度3分ぐらいかな、うん、だからあと
0.5 ぐらい上げなきゃいけないかなと思ったりするんですけども、そういった中で、まずね家の使い方で、この基礎体温を上げていくっていう方法の中ではですね、実は、すごく絡んでるのが実は睡眠なんですよ、うんうん、で睡眠不足だと低体温化しやすいとか、はい、免疫力が落ちやすいって話もあるんですけども、うんうん、このね睡眠をしっかりとるためには、実はお風呂がすごく大切ということ で、はい、でかつ、この基礎体温を上げるにも、うん、お風呂で、週に最低2回から3回汗を、ね、しっかり流したりとか、うんうん、あとは、湯船に浸かって毎日発汗する、汗が出るっていう状態毎日1日1回以上することで、うん、基礎体温を上げることができるっていうことも、まあ、分かってきてるんですよね。うんうん、でそういったことから考えると、うん、シャワーで済ましてる人は、この、うん、特に冬ですよね。冬はもう寒くなってくるから、もうそれも含めてですね、うん、お風呂に湯船を張って、うん、そして、できれば最低15分ですね、うん、湯船に浸かって、うん、そうするとですね、毛穴からプツプツって汗がバーッと出てくるのが見えると、うん、それが出たらもう OK なんですよ、丸なんですよ、うんうんうん、だからその状態になるまで、湯船に浸かってもらうということをやってもらうというのと、これを、寝る1時間半前ぐらいにやってもらいたいんですね。でそうするとですね、お風呂上がった後、まあ、1時間ちょっとぐらいするとですね、足とかがね、あったかくなってくるんですよ。でこれ 何が起こってるかというと、足から熱が放熱する準備ができて、でそして足からこう熱が出ていくタイミングで体温がスーッと下がっていく瞬間に寝ると、うん、すごく熟睡ができるというのがあるんですよね。そうなんですよ。ですからまず家でできる対策っていうのは、風水的な仮想的なことの、まあ、家の中の整理整頓もしつつ、プラスアルファ、お風呂にちゃんと使って、ちゃんと睡眠をとる、これがですね実は、家の方でまずできる、改善法なんですよね。だからここはぜひね、まずねやっていただきたいなと思ったりするんですよ。でそれ以外にも心理カウンセラーのさとかさんの立場とか、あとはまあ女性としてとか、ね、まあ、そういったところも含めて、どんなことでその冷えが、ね、改善できそうかっていうのをよかったら教えてもらえたらと思います。はい、まあ、今日は多分ちょっと女性目線の方がいいかなと思ってるんですけれども、はい、やっぱり口に入れるもの、食べ物とか飲み物っていうのは体に、まあ、直にその温度を下げたりとか温度を上げたりとかすることに影響するので、うんうん、冬、まあ、もう今の時期ぐらいからやって絶対やってほしくないなと思うのが、はい、氷水を飲むっていうか、氷のものを体に入れるっていうのが、はい、やっぱりすごい体が冷えるんですね。うんうんうん、で、ただ単に体が冷えるだけでなくって、やっぱり胃腸が荒れるというか、胃腸にすごく負担がかかるんですよね。うん、そうすると、せっかく栄養素を入れても胃腸が働かなかったら全然栄養が体に取れないっていうことになるので、うん、そういった意味でやっぱり氷水はまあできれば夏も本当は飲まない方がいいんですけれども、特にこの気温が寒くなった時っていうのはやめた方がいいので、うん、まあお店に行って氷を入れないでくださいっていうオーダーもできると思いますし、うん、または自分で持ち歩くなんかこうペットボトルじゃなくてなんか水筒か何か、うん、っていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。であとはそういった意味で夏に食べる、まあ、夏がに旬を迎えるキュウリとかトマトだとか、うん、あとは南国のもの、例えばバナナだとか、うん、そういうものっていうのはもやっぱり体を冷やすために、うん、その時が旬なわけ で南国でできているものも体暑いから食べて体を冷やすっていうのが目的なので、うん、やっぱり今の時期からそれをたくさん食べると体はやっぱり冷えになってしまうんですよね。なるほど、うん、そのトマトなんて年がら年中出てるような感じがするんですけど、はいはい、それは本来は夏の、そうですね、やっぱり旬はあの時で、うん、で、まあ、今いろいろ品種改良もされてそういうのがまああるかないかって言われたらちょっとそ昔ほどではないかもしれないけれども、やっぱり旬を迎えている時期っていうのが夏であるっていうものは、やっぱり夏が一番美味しくって栄養価もあって、うん、そしてちょっと食べたら体も冷えるっていうので、うん、理にかなった、やっぱり旬って理にかなってるんですよね。だから、うん、別に全く食べないっていうわけではないんだけれども、うん、なんか1日1個ずっと食べ続けているっていうのがやっぱり蓄積されるとやっぱり体は冷えてしまうし、バナナとかそういう南国のフルーツ系っていうのもそうですね。うん、だから今は
コンビニとかで年がら年中手に入るけど、はい、うんうん、それをもうちょっと季節を理解して、うん、夏のものは、あまり食べないようにするとかした方がいい、ね、ということですね。はい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 、うん、であとはまあそういった意味であのニンニクだとか生姜だとかっていうのはやっぱり冬、冬じゃなくて体をすごく温めるのにいいので、うん、今だったらやっぱり鍋っていうのが一番まあ楽だとは思うんですけれども、うん、鍋の中にちょっと生姜を入れたりとかちょっとニンニクを入れたりとか、うんうん、まあ、ニンニクとか生姜をこう薬味で少し使うだけで、うん、あの体がこう温まってくるっていうことになります。だからニンニクと生姜はこれからの冷えを感じる季節には特に取った方がいいということですか。やっぱり冬になるとジンジャーシロップとかっていうのが店頭に並ぶんですよね。それっていうのもやっぱり昔からあの生姜っていうのは体を温めるよっていうことが言われてきたわけで、はい、そういうことでやっぱり店頭に並んだりとかこう昔からいいよって言われてるものはやっぱり理にかなってるなっていうふうに思います。そしたら、まあ、そういった意味の、まあ、食事の面とかから、うん、はい、体の冷えも改善しつつ、うん、まあ、住まいの形の今のお風呂と睡眠のことを組み合わせてっていうような、はい、うん、そんな感じでしょうかね。そうですね、うん、まあ、あとは、はい、あの冬になってやっぱり寒くなると動きたくなくなるんですよね。あ、はいはい、うん、でそれで、まあ、例えばこういうところに座って、うん、何かしなくちゃいけないな動きたくないなと思ってすると、うん、結局血行が良くなくなるので特に血が下に溜まってしまうとすごい上寒いんですよね、うん、なるほど。でそれをもう一回動かすというふうになるのは、うん、まあ、結構あの億劫にますます動きたくなくなるので、うん、まあ、ちょっとこれはあのちょっと意識が必要かもしれないんだけど、はい、むやみに動くむやみに動く、はい、だから面倒くさいなと思った時ほど、うん、ちょっと動いて何か家事をするとか、うん、なんかあの2階建ての家だったら、うん、なんか意味もなく階段を上り下りするとか、うんうんうん、そうするだけで下に溜まった血が上に行くので、うん、体がちょっとホカホカになって、うん、でやっぱりあの自動っとしてると何にもしたくなくなるっていうのは人間の差がだと思うので、うん、ちょっとこう血の巡りが良くなるとああれしようかなっていうふうに思いやすくなるっていうことなので、ちょっと日頃からじーっと座って何かをずっとなくしてたいなと思われる方はむやみに動くっていうのを、うん、決められたらいいんじゃないかなと思います。 あ、うん、あとそういえば普段あのスクワットとかしてるじゃないですか、うん、あーいや、うん、そうしてます、スクワットとかね、うんうん、だから日常的にちょっとスクワットみたいなのをそうですねやるのもいいんでしょうかね。あとはなんかあのあれです、ラジオ体操とか実はすごいいいんですよね。あれあのなんか私もちっちゃい時結構バカにしてるわけじゃないけど、ラジオ体操かって思ってたけど、あれってねじる運動もあれば伸ばす運動もあれば、あのこんな動きって日頃しないじゃないですか、うんうんうん、でもラジオ体操ってありますよね、うん、手を上に上げるだけでもあの血流っていうのはうわって上がっていくので、うんうんうん、そういった意味であの体をやっぱり動かすっていうことはすごく日常的に、例えば1時間に1回は体をねじってみるとかするだけでも、うんうん、あの冷えっていうのは解消につながります。なるほどね、うん、今聞いてて、うん、心理カウンセラーの人って、うん、なんかもっとメンタルのことをね、はい、あの扱う感じもしたんですけどうん、うん、やっぱりそういう食事とか運動っていうのが結構キーなんですか、うんうん、そうです、そうです、あのもちろん心のことも扱うんですけれども、はい、心を変えるっていうのはすごく見えないものを変えるって難しいんですよね、はいはい、で本人も、うん、そして他の人もあ変わったなっていうふうに気づかないと、はい、やっぱりこうなんていうのかな、心理っていうことに結びつく、なんていうか自分が変わったっていうことがすごく受け取りにくいんです、うん、だから例えばずっとあのなんか何もする気が起きないんです、なんかちょっと鬱傾向ですっていう人はとりあえず体を動かしてみましょうと、うん、動かしてどんな変化がありましたかってすると、あなんか肩こりが以前よりも楽になりましたとか、うん、ちょっとなんか前向きに動こうと思うようになりました、うんうん、そこから心のことを扱っていくとすごく効果があるんだけど、だからいきなり内面のことを扱うんじゃなくて、うんうんうん、まあ、外面というか外のところがこわばってたりして、そっちがメンタルに影響してるのであれば、先に体の方をいろんな意味でほぐして、それから心を扱った方が効果が出やすいっていうやつですかね。だからまあ主人ケイがね言ってる環境っていうことがすごく大切で、運動とかも環境の一部なんですよね。運動する環境になれば
あの人は変わっていくなるほどね、はいはい、まあ、ということでね、今回、うん、運気をだだ下げにする、まあ、冷えっていうのをテーマにね話したんですけども、本当にこれからの季節は特に冷えに注意が必要なところなんですよね、うん、ですから一生懸命その掃除を頑張っていただいて、うん、運気を上げようと思っている方もいると思うんですけど、うん、その時にねぜひね、自分の体とか家族の皆さんの体に冷えが来ていないかっていうのをね、うん、特に注意してもらうといいんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、はい、はい、ということでね、うん、今日はいろんな心理カウンセラーならではっていうか、うん、まあ女性ならではっていうね、はい、うん、側面も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今日の話ねそろそろ終わろうと思うんですけども、今日の内容に関して、質問とか感想とかあったらまたねコメント欄にどしどしねいただけたらと思います、はい、そしてあとはねあの LINE の方でですね、個別相談も受けてますので、うん、無料相談ですよね受けてますから概要欄にある LINE の URL をポチッとして、友達の、申請してみてください。はい、ということでこれで、終わろうと思いますけれども最後にですね今日一日があなたにとって本当に、素敵な一日になることを、心からお祈りしています。はい、ということで終わりましょうかね、はい、はい、じゃあ一緒に合わせて言うんですよって何を言うの。え今日も、これでありがとうございました、はい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 、ということで どうも今日はこれでありがとうございました。